標準閉鎖以内の人生、表情殺して腐った人生、ほらほら気づけばまたただただ過ぎ行く日々、表現力も非凡な才能、漫然と生きてたなもったいないの、やだ私はやだ、なげけど変わらぬまま、受け入れがたい心情をねじ込むのがライフなんだ、ハッタッチワッチャーってこう過去が分かり合えぬまま、点線で泥を描く日々の中、誰にも言えないまま抱えた思いこそ価値があるんだ、探していた答えだって未来未来見ての中に、正論ばっかじゃ超つまんない人生は一種のジョークなんだ、ハローハロー気の抜くままその音を鳴らせばほら、精神相場は超不安定、安定なさくとかほど退屈さ見て、私の中心の奥底にある、黒く淀んだ水槽に映るのは美少だった、じゃあそこさこが分かり合えずとも、真の像の微動を強く響かせて、胸張る正々堂々の正面と風間違えるんだ、落としのった似合わないナイフ負担くれの最先端、一分に酔いるなんや、一分に酔いるなんやね先生、そこも放置したいあなた曰くすでに疲れかれたネクメネク先生えず人類の進めなくなった、チップでキッズが昭和と生命、先生あなたばっかじゃないの、今が限る感情を知らないの、取り出さなくてならお勉強、ここで無垢で無知で無意な賛美を見せつけるわ、それでもじゃあそこさとが分かり合えるかな、どんな不安の階段も皆抱えたまま、誰にも言えないまま自分のままで立ち上がるんだ、探していた答えだって未来未来見ての中にあった、